督促の期限を過ぎましたので停水を執行します。乾いた街中カラッカラだってのに弱い者いじめっていうか。帰れ。支払いが滞れば水道止める、洗えば開ける。俺たちにできるのはそれだけだ。孤独を抱えた水道局員が出会ったのは二人で生きる幼い姉妹。止めるんですか水道。規則だから。岩切さんは平気なんですかこの仕事。お母さん今日も帰ってこないのかな。それでも親か。あんた私にとやかくいるの男なの。あんたの家族幸せなの。悪いです。乾いた世界に希望はあるのか。このままじゃダメなんだよ。渇水。大雨降らせてやろうな。カラッカラの街に。